東芝メディカルシステムズは国際医療画像総合展にて新世代 CT アクイリオン1を展示しました。アクイリオン1は世界で初めて最大160ミリの範囲を320列面検出器を実装し、脳や心臓などの臓器全体を1回転で瞬時に撮影することができます。ここで得られたボリュームデータを時系列に並べて画像表示することにより、臓器全体の動態診断が可能となります。さらに撮影時間の大幅な短縮と被曝低減が可能ですので、患者さんへの負担が軽減されるとともに、救急検査や小児検査など新たな臨床応用が期待されます。例えばこういう医療機器、特にこの CT って装置はですね、従来は1断面1断面を繰り返し撮影をしてすごく時間がかかる検査だったわけですけれども、この装置におきましては1回転で16センチの幅を一度に撮影できますので、本当に一瞬 0.35 秒なのを非常に短時間のスキャンでもう検査が終わります。現在世界で14台稼働しており、今後は1年で200台のリリースを計画しています。 Digging for News